遊園地って遠い国に来たみたいな不思議な感覚になるよね。今とってもエキゾチックな気分なんだ。春から夏に変わる前のあったかい空気もすごく雰囲気があっていいよね。今日の衣装にぴったりな気候だよね。こんなに素敵な衣装だから遊園地の乗り物やフォトスポットでようちゃんとリコちゃんと写真を撮ってきたんだ。ほらこれ、夕暮れを背景にした魔法の絨毯がとっても綺麗だよね。今日一番のお気に入りなんだ。リコちゃんとようちゃんのポーズもバッチリ決まってるよね。このポーズ今日のダンスの振り付けの一部なんだよ。手首の角度とか指先の伸ばし方とかダイヤさんに教えてもらってみんなで練習したから、こうやって写真で見るとなんだか感慨深いね。これだけバッチリ決まってたら本番でもきっと綺麗に見えるよね。よし、リハーサルも頑張るぞ。お話に夢中になってたらもうこんな時間、そろそろリハーサルに行かないと。え、ついてきてくれるの？今日のライブのステージもとっても素敵なんだよ。私たち全員が揃ったら本当にどこか遠い国に来たみたいな気分になれるかも。みんなで練習したベビーダンス風の振り付けも大人っぽいんだ。とっても楽しいライブになると思うから、あなたも楽しみにしててね。